その六角形のそのパロメータの中でこう一番出てる部分っていうのを、まあ、このエンジェルフライトではそのまあ感動路線ウェットになりすぎる突き抜けた部分っていうのを突き抜けたまんまやっていいっていうこと。はい、状態です。今日はエンジェルフライト国際霊柩相関誌について話をしていきます。Amazon プライム限定のドラマですね、3月17日にまあその配信スタートしてですね、見る予定とかなくて、まあ、その本当にあの配信始まったぐらいで、まあ、ようやくこの存在を知ったっていう感じで、 Amazon プライムがまあ去年ぐらいからすごくまあ日本のコンテンツに力を入れ始めてるなっていうのはなんとなく思ってたっていうのはあって、でなんですけど、あんまりそのドラマとかは見始めるんだけど全部見るっていうことがあんまりなかったんですよね。1話だけならまあ見とこうかなと思って1話をだけのつもりで見たんですけど、あのその1話のクオリティがめちゃくちゃ高かったんで、あ、これはすごいのが出たなってちょっと思ったんで、なのでまあちょっとずつあの6話あのあるんですけど全部見ました。まあ、その Amazon プライムというよりもその日本のそのまあドラマの中でもまあかなりいいあの線いってるなって思ったし、 Amazon プライムで世界配信という形になるんですけど、今のそのまあ配信限定でそのドラマっていうのがあって、その各プラットフォームでいろいろある中で、その日本のそのコンテンツの特色として出すのかっていうこと、まあいろいろあるわけですけど、まあそのまあ監督ごととかそのまあ役者ごととかいろいろその特色はあると思うんですけど、その日本っていうものの特色って何なんだろうなと思ってた中で、このエンジェルフライトは他の国にはないその特色形っていうのはまあすごく見えてきたなっていうのがあって、まあ、それはその、まあ、いい部分として捉えることもできるし、まあ、その悪い部分、まあ、ネガティブに捉えられる部分でもあるんだけど、六角形のなんかそのパロメーターでその形っていうのを示した時にこう一つだけすごいこう尖ってる部分っていうのがあって、まあ、それがその感動路線とかそのウェットな部分とか、みんなでその感動しよう泣かせようっていうその、まあ、そこにすごくあの力を入れてるからこそ、みんなに分かってほしいから、みんなに泣いてほしいから、説明がすごく過剰になってしまうっていうの、泣かせようとしすぎるっていうところっていうのはちょっとくどいところがあったりとか、さすがにあの説明セリフが多すぎるっていうのもなんかちょっと冷めてしまう部分っていうのもあるんだけど、だけどまあ良くも悪くもそれが日本のドラマの特色なんだっていうふうなことを考えると、パロメーターで出てる部分っていうのをとにかくあのそこにあの一番力を入れたらどうなるのかっていうのがこのエンジェルフライトで一つ形になってて、いい部分もあるし悪い部分もあるっていうのはもちろんそうなんだけど、なんかもう許せちゃうぐらいまであの突き抜けてるっていうのがあって、そこはあのその一気に振り切ってやったっていうのはすごくあの、まあ、英断だったんじゃないかなというふうに思っててですね、そういった意味で、まあ、すごく好感を持ってたし、その6話全部、まあ、1話1時間ぐらいあるんですけど、と撮影監督と堀切園健太郎っていう方で、まあ、そのあんまりその聞いたことないなと思って、まあ、ウィキペディアとか見たんですけど、まあ、その NHK の人なんですね。でその NHK のドラマとかをまとってたっていう人で、まあ、僕はその映画ばっかり見てるので、なので あんまりその名前は聞かなかったなって、初めてだなっていう、まあ、感じがあって、でそのドラマ自体もその制作は NHK のその制作会社みたいなところがやってるっていうのがあって、今回海外ロケとかも毎回してるんですね。そのいろんな国に行ったりとかするので、他 あのドラマとかとよりもその、まあ、予算がついて大きいことができることに、まあ、その多少慣れてるところがやってるっていう意味で、誰が作るのかっていう、誰が撮るのかっていうことに関してはあの的確だったのかなと思いますね。まあ、その原作、まあ、小説はあるんですけど、笹涼子っていう方がやってて、でそれをまあその、まあ、実写ドラマっていう形でやってて、脚本は小沢亮さんですね。レジェンド&バタフライですね、まあ、今年あの今公開している映画の脚本もやっててということで、まあ、僕はその時あの全然あの名前分かってなくて、古沢亮太さんっていう名前間違えてたんですけど、小沢亮太さんですねがあと、まあ、脚本やってて、まあ、今 その日本の そのメジャーの映画とかでその一番脚本書いてる人だなっていう、まあ、印象はあって、まあ、一番名前聞くなっていう、まあ、感じの人なんですね。その座組を見ただけで、まあ、結構力を入れてるというか、まあ、本気度がやっぱ伝わってくるなっていうところですね。まあ、主演というか、まあ、その、まあ、メインどころが、米倉涼子さんと、松本穂香さんですね。まあ、米倉涼子さんは米倉涼子さんですね。ドラマで出てきてる米倉涼子さんがもう本当にそのままっていう感じですね。そのドクター X とか、まあ、他のドラマとかでもそうですけど、このバリバリキャリキャリ、もう本当にバリキャリの、その、米倉涼子さんが、まあその主人公、まあ主人公っていうか、まあその多分、まあ主人公なんですね。こうガツガツ行く感じの、その、ビジネスパーソンとして、まあやってるっていうところですね。まあそこも、まあ、お家芸的に、まあ慣れてる、本当に手慣れたところ、
ていうのが、まあ、あるわけで。で、松本穂香さんですね。まあ、私は光を握っているっていう、まあ、映画があって、それでめちゃくちゃ良かったんですけど、まあ、最近ちょこちょこ、まあ、出始めてるということで、まあ、その、まあ、松本穂香さんはめちゃくちゃ、まあ、新人という、まあ、ポジションで、まあ、その米倉涼子さんに引っ張られまくるっていう、まあ、そのポジションっていうのが、まあ、すごく、ハマってたっていうところですね。国際霊柩相関師っていう、まあ、その、まあ、本当にある職業なんですね。国際霊柩相関師、まあ、その海外で亡くなった日本人の方をその日本に連れて帰ってっていうことを仕事にする人なんですね。その、まあ、海外との、まあ、いろんな手続きとかをするっていうことで、その遺族のもとにその、まあ、その人を返すっていうこと。海外で仕事してたら普通に死んでしまうっていう人もいるし、なんかこう事件とか事故に巻き込まれて死んでしまうっていう人がやっぱあったりとか、でそういった人をやっぱその、まあ、エンバーミングとかでその、まあ、綺麗な感じにして、その生前と変わらないような姿にして、遺族の元に戻すっていう、そういった仕事をしている人たちっていうのがあって、まあ、その死んでしまった人の背景だったり、その、まあ、家族とかのその話で、まあ、泣かせに来るっていうところですね。それがまあその1話完結みたいな形でまあ話があって、でその脇でその、まあ、最終話につながるようなその本筋というか、なんかそういったものがちょこちょこ、まあ、少しずつ進展していくっていうようなのが、まあその1話60分で描かれていくというのが、まあその、まあ、このエンジェルフライトの、まあ、その流れなんですね。まあ、これはまあその映画で例えると、まあそのコーヒーが冷めないうちにみたいな感じと、あと送り人をですね、まあそのまあ一人一人その感動話のそのオムニバス的なまあ要素っていうので、そのコーヒーが冷めないうちにであったり、あとその送り人とかもその死を扱うっていう仕事っていうのが偏見をもたれがちなんだけど、仕事の内容にこう深く入ることによって、その仕事の尊さっていうものをまあ深く理解できるみたいな、そういった側面があるかなと思うので、まあ、この2本がまあ近いかなと思うわけですね。でそのまあコーヒーが冷めないうちに関しては、僕はまあちょっとその一つ一つのエピソードはいいんだけど、その2時間の中でそのなんか4つぐらい話が進むんです。1個終わったらまた1つ始まってっていう形で、1回1回リセットされてしまうっていうのがあって、そこに上げて下げてっていう、その自分の感情 その持っていき方とかがしんどいなっていうのがあって、そこはちょっとまあどうかなっていうところはまああるわけですね。一つ一つの話はすごくいいし、泣ける話ではあるんだけどっていうことですね。まあその結構よく言われてるそのポスターで4回泣けますみたいなことを書いてあって、なんかそれがそういうことじゃねえぞっていうことは言われたりとかもするんですけど、まあ、大手が作るその日本の映画ドラマのまあその本当に良くも悪くも特色であるっていうことが、まあこのエンジェルフライトでもまあ出てるかなとも思うんですけど、その全6話の中で僕は特に良かったのはですね、1、3、6ですね。まあ6話に関してはそのまあ1話からずっと紡いできた内容っていうのが実を結ぶっていう形になるので、まあこれは一旦例外として、まあ本当に1話と3話ですね、1本60分なんですけど、こう本当に100分110分ぐらいの、まあ、1本の映画にこう作り変えて、なんか一つの独立した作品にしてもいいんじゃないかっていうぐらい、すごくクオリティが高かったんですね。めちゃくちゃ良かったんですよ。まあその1話ではそのまあ若いその20代の男性がまあ、海外、まあ、発展途上国で死んでしまったっていうところがあって、そこをまあ引き取りに行くっていうことなんですけど、それが家族とまあうまくいってないとか、まあ、ちょっと家出みたいな形で、まあ、出て行ったりとかしててっていうことなんですけど、その彼が飲食店でそのアライバーをそのフローバーみたいな感じにして、まあ、それをまあそのネットに上げてとか、そのまあバカッターみたいなことをしてましたみたいな、まあ、そういったまあキャラ設定なんだけど、その何やってもうまくいかないとか、そういった人間なんだけど、その海外でこう何かあってようっていうか、その海外の人たちに向けてやろうとしてたことだけど、そこの人たちとトラブルにあって死んでしまったっていう、まあ、その人のその背景とかそういったものっていうのを、まあ、うまくやればすごい名作になる可能性をめちゃくちゃ秘めてる。その飲食店でその風呂みたいな感じでそのバカッター行為をしたことっていうのと、そのお父さんが、まあ、自分は何もない状態でそのまあ建築士になる夢を叶えたんだっていう、その時にその学生の頃は風呂なしのアパートで頑張ってたんだぞっていうことを言うのと、そのバカッターでその風呂でそのやってるっていうシーンを重ねたっていうのが、そこがそれは擁護できねえぞっていう、そのシーンだけなんでこの2つ重ねたんだろうなっていうのがあって、そこはちょっともったいないっていうか、それやると全部パーだよっていうようなことがあるんですけど、それをまあそのなしにして、何やってもうまくいかなかったこととか、そのまあもっとその彼を
ここのその主観というか内面をもっと掘り下げると、1話は本当にすごいことになる可能性を秘めたあのドラマだったなって思います。で、2話に関しては、まあ、その一つ一つの話はいいんですけど、まあ、本当にこのコーヒーが冷めないうちにと一緒なんですけど、3人連続でやるっていうのはそれはちょっとしんどいぞっていうのがあって、まあ、その去年あのラーゲリより愛を込めてっていうのその映画があったわけで、そこで思った感想と全く同じなんですけど、一回あの上げてまたリセットしてもう一回上げてっていう、それがまあそのラーゲリは4回あったんですけど、まあ、このまあ第2話に関しては3回やるっていうのがあって、まあ2人目のあのところがすごい僕は一番良かったんですね。一番良くて、あ、ここで終わればいいな、だけどもう一人ぐらいいたような気がするって言って3人目に入って、あのやっぱ持たないんですよね、1時間の中で。その後半の方でその3回泣けるポイントを作るっていうのは結構しんどいなっていうのがあって、だからまあちょっと2話はどうかなって思ってたっていうのがありますね。で、3話ですね。3話が、まあ、本当に、まあ、すごい良くて、僕が好きな、その、仁義者なんですけど、まあ、すごい大企業の社長の葬儀と、その、町食堂のおばちゃんの葬儀っていうの、葬儀っていうか、その、同じ韓国で死んでしまった2人を、一緒に、こう、輸送できないってなって、さあ、どうするみたいな感じになってて、どっちを優先するんだみたいな感じですね。その、大企業の社長で、その葬儀に、その、総理大臣がやってくるぐらい、すごいでかい人で、だけど、先に、その町食堂のおばちゃんが死んでしまったっていう、何でもないおばちゃんの方を最初にやってたんだけど、日本にとってすごい重要な人が亡くなったから、そっちを優先するのかどっちを優先するんだっていう、まあ、話もそうだしっていうことで、まあ、やっぱその人情 の, そのおばちゃんの方をやっぱ優先したいっていうところもあって、大企業の社長っていうのはやっぱその悪者的にやっぱ描かれガチなんですけど、だけどやっぱそうじゃなくて、どっちにも思いみたいなものがやっぱ平等にあったっていうのをしっかり描かれて、その大企業の方ですね、そのなんでその一刻も早くやらないといけないのかって、その理由っていうのがまあ、後半の方で明かされるんですけど、やっぱすごい良かったわけですね。すごいこう仁義者として、まあ、良かったなと思うし、でもう一つのその、の町食堂のおばちゃんのもう本当にめちゃくちゃ、それは本当にもうめちゃくちゃずるいんですけど、とあることが判明する、最後に判明するんですけど、それはずるいぞっていう、まあレベルのことが起こるんですけど、まあ、これをまあその一つのあのドラマ60分の中でやってるんですけど、まあ全然その無理やり感とかは全、その全く違うその背景の二人をどう日本に連れて帰るのかっていう、その全く関係ない二人っていうのをすごく自然に一つの一本のドラマの中にこう組み込んでる。2話がめちゃくちゃこう感動、そのパートが長いっていうのがあって、でその上がって下がってが3回あるっていうのがあるんですけど、この3話に関してはその上がったまんまその2人双方のその葬儀っていうのがこう行われるまんま、その自然と落ちないまんまだんだんその気持ちが上がっていくまんまこう行くので、構成としてもすごく良かったんですね。だから僕はもう3話が一番良かったんじゃないかなと思います。まあ、4話と5話ですね、まあそのまあ、結構そこそこ良かったかなと思います。まあ、日本の工場がそのベトナム人を雇用してっていうことで、そのまあ雇用されてるんだけど、まあ、給料が未払いだったりとかっていうことで、国際的にその人と人が結びつくっていうことの、その直接的なそのまあ結びつきの部分っていうのと、あともう一つそのまあその働いてるベトナム人が日本が好きで、日本のそのアニメとかが好きでっていう、そういった精神的なその何て言うかな、国際的なつながりっていうことをまあそのまあ描いてるっていう、まあその一つのテーマとしてまあその組み込んで描いてるっていうところ、まあこのまあ使ってるモチーフとかもすごいいいなと思います。でまあ5話に関してはそのまあサスペンス寄りというか、なんか結構ややこしい感じになりすぎてるかなと思うんですけど、なのでまあその4話と5話っていうのはまあそこそこ、まあでも9大点以上のクオリティはあったかなと思います。でまあその6話ですね、まあ、1話からまあちょこちょこなんか紡いできたものっていうのをこう一つすごいいい形にしてるっていうのがあって、まあなのでそのまあ日本ドラマのその六角形のそのパロメーターの中でこう一番出てる部分っていうのを、そこに一番こう力を入れたらどうなるのかっていうことを、まあそのやったらこうなりましたよっていうことですね。まあネットリックスとかそのまあ海外で受ける、世界中で受けるコンテンツっていうのはやっぱその結構まあ韓国がやっぱそのまあ一本抜きに出てる部分っていうのもあって、やっぱり韓国っていうのはそのまあ結構陰惨というか結構陰鬱な感じで、まさかそこまで行くとは思ってなかったみたいなところまで、その深いところまで行ってしまうっていうのは、まあドラマなり映画なりやっぱそのフィクションっていうものっていうのはやっぱりその現実では絶対起こんないであろうって、
高をくくっているようなことっていうのをやっぱその映像で見せるっていうのは、まあ、一つの醍醐味であるから、やっぱその韓国っていうのはやっぱそこをよりフォーカスを当ててこうがっつりやっていくからこそ、まあ、ルール違反じゃないけど、なんていうかな、そのなんかラインを踏み越えてくることっていうのは結構あって、そのフィクションって分かってるけど、だからこそ行くところまで行くものを見たいっていう、その人間のその根源的な欲求に応えてるっていう意味では、韓国っていうのは、韓国の出すコンテンツっていうのは、まあその世界中で受け入れられるっていうのは、まあそれはそうだなとは思うわけですよね。じゃあその世界的に韓国のコンテンツが受けてますよっていうことになって、じゃあ日本も自分たちもそういうものを作ろうとしたって、多分もう今韓国には絶対勝てないんですよね。昔はその、まあ、日本と、まあ、中国もそうですけど、その日本のコンテンツ、まあ、その世界中のコンテンツをパクりまくって、もうそのパクりじゃねえかって言われてたかもしれないけど、その、まあ、徹底的にパクった結果、そのノウハウとかを、まあ、自分たちの中で蓄積して、その中でオリジナルのものを作れるようになってきたっていうことですね。まあ、ある種あぐらをかいていたっていうふうに、その、まあ、寝首をかかれたというふうに、まあ、捉えられても、それはもうしょうがないぐらい、ハングリー精神はその韓国とかは強かったと思うし、まあ、その国自体もその世界のマーケットが取れるんだったら、そのどんどん金出せよっていうような、まあ、日本がそうやってまあだんだん負けてるっていうことは、まあ認めざるを得ない部分はあるんですけど、じゃあそれに、その、じゃあ今度日本はその韓国のやり方に乗っ取ってやるのかっていうと、やっぱそうじゃなくて、日本には日本の戦い方があって、日本のやってきたことっていう、そのコンテンツっていうのを、そのやり方っていうのをいろいろ変える必要はない。まあそのまあポリコレ的な部分で、まあ配慮しないといけない部分とか、グローバルスタンダード的に今はこうなんだっていうこと、それはやっぱり頭に入れてやんないといけない部分っていうのはあるんだけど、だけど日本がやってきた過剰にやってきた部分っていうのは、そこはもう否定しなくていいっていうことなんですよね。まあ、このエンジェルフライトではその、まあ、感動路線ウェットになりすぎる、喋りすぎるところっていうのも、それはもう突き抜けた部分っていうのを突き抜けたまんまやっていいっていうことをやりましたよっていうことなんですね。まあ、なのでその海外の人にどう受けるかっていうのは分かんないんですけど、ずっと日本にいて、その日本のコンテンツを、まあ、端からまあ見てる僕からしてみれば、これからその、まあ、世界に向けてのその配信コンテンツっていうものがどんどんその、まあ、振り切ってほしいなっていうふうに思うので、どういうふうに戦えばその日本はもうちょっとその世界とに食い込んでいけるのかなって、まあ、ちょっと思いながらまあ見てる部分もあって、まあ、それは結局その自分たちの国のやってきたことっていうのをもう本当に尖りまくってやるしかないんだなって、まだ分かんないですけど、だけどその姿勢として、なんかすごくいいなって思います。規制とかそういったものでどん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 そのできないことが増えていく中で、結局何がしたかったのっていうか、当たり障りのないものよりもその尖ってる部分はもう尖らせた方がいいっていう、すごくいびつかもしれないけど、その尖ってる部分にこそやっぱその勝機はあるはずだと思うので、エンジェルフライト、まあ、僕はすごく良かったんじゃないかなと思います。ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕は自主制作映画を作ってて、3月15日に公開したんですけど、ラブソングに捧げられた恋人たちネクストチャプターっていうのの90秒の予告が流れます。でそれを見てですね、興味を持った方やお時間ある方はですね、概要欄にリンクがあっているので見に行っていただければなと思います。ということで終わります。